50でこの業界入ったんですか。先代の社長と出会って、はいはい、ご縁で50歳でこの映画堂グループへ入社した。他は水晶だから、この映画堂という会社は、はい、こっからスタートしてるんだ。これが電子がこれ始まりなんだ。こっから始まった。これがね、もう50年くらい前に1000万本くらい売れたんです。1000万本。水晶といえば山梨で、山梨といえばやっぱり何か買って帰ろうっていう。天馬加工からね、始まって宝石の町っていう、ね、そう、トルマリンからシーツなんかも先代の社長がね、はい、考えてトルマリンシーツって知ってます？あ、いや、まあ、練り込んであるんですか？あ、練り込んでなくて、はい、それをね砂状にして、あ、でシーツに織り込んである。はい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 、はい、岩盤浴って。なるほどなるほど、ね、もうだって単なる岩盤浴で寝る時に使えるの、ね、そうそうそう、だから岩盤浴イメージでうちの先代の社長がそれを考案して、それまた売れたんじゃないですか。それもねそうそういや、いろんな詳細のある方だったんですね。じゃあ映画堂の社長、前社長さん、で、はい、この前ほら会ってるでしょ、一度ほら、はい、一緒にあちら側で会って、工場でね、はいはいはい、そうそう、温かい方でしょ。これからもっと商船協を良くしていくんですね。こことこの土地をね、また改造していくんだとか、いろんなお話を熱く語っていただいて、お客様とかでね、この買ってった水晶を買ってって人生変わったとか、なんか思い出深いお客さんがいますよ。ありますよ、まあ、いくつも宝くじのああいうのがあるんだよ。だからスクラッチ見て削るぐらい、あれで500万だったんですよ。でわざわざ報告に来て、出てきますよね。ありがとうございます、その人が、当たったらピタッと来なくなった。これは一体何が、だから何がでしょうか。いやいや、石の数だけ人もいるっていうね、なんかご自身では俺のお気に入りの石とかあるんですか。やっぱ俺勝負するときはこれ必ずつけるなとか。あ、やっぱ、私はね、こういうこれは何なんですか。はい、ルチルコーチって、これは非常に強い。ルチルがやっぱり一番エネルギー感じる感じですか。そうそう、エネルギーの強い。もしよろしかったらちょっと見せていただけますか、はい、これは綺麗だね。これ原石、ちょっとね、これでちょっと説明したいの。これまあ別名太陽ルチルっていう鉱物です、ね。太陽ルチル、はい、この針がね、また針がレインボー入りますね。うん、針がレインボーもそう。これは綺麗だわ。で針が先に結晶して、ええ、偶然このクォーツがかぶさって見つかる。わかりますか、この針の成分。いやー、これ、ね、超希少金属のチタン、はい、チタン。チタンがこんだけシュパ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 って、チタンなの、大自然のいたずらですね。そう、だからチタンがクォーツに中に入るっていうのはもう偶然なんですよ、これ。これは綺麗ですね。だから希少価値がもうこれはもう稀ですね。これでだってこのルチルクォーツっていうのは希少価値が、これ自然の石なんだもんね。ものすごいエネルギーだから、お茶場にね、そう。これだけの奇跡が、ね、できたものを、まあ、手首につけてれば奇跡も起きますわ、うん、これちょっとこれやばいよ。このスモーキーの中にこんだけ入ってるっていうのがたまんないよね、うん、あの風水師、ね、風水師もやっぱね、うん、これいいっていうもんね。そうでしょ、この運をね、うん、これただ強烈な、みんながいいっていうと何が起こるかっていうと、うん、値段上がってるよね。そうそう、だから値段がめっちゃ上がってるよ今これ。そうそう、これが一番だから値段が。ちなみにこれほら、あの映画堂さんにね、あの、うん、これを買ってった有名人の方がいられてる。どなたが愛用してるんですか、うん、これ。井上尚弥、はい、チャンピオンでもない。ですよね、井上尚弥さんが。ちょうど5、6年前に、フラット、来られて、はい、そうそう、ちょうどね。拳をちょっとね怪我をしてするボクサーは、うん、ちょっとね低迷してた、その時に来て手放しで来たんですよ。あ、でうちのお店、あのブラッと寄って、ね、男を見てて、おさん、ね、よっぽどこうあれしたんですよ、目に、ね、ついたんでしょうね。説明しまして、これはチャンピオン、こういうもんで、こういうで、こういう鉱物ですから、まあ、あの非常にねそういう勝負とかそういう世界に生きる方はもう少しでもね、これは非常に強い後押しになる、で一番いいのをちょっと見せてくださいっつって、はい、ね、それであのあそこに写真、そうありましたね、そしたら写真入れてきます、ね、そう、はい、その後の井上選手は、そう、その後の井上選手を見たらもうすごいですよね。もう連戦連勝で
ってあの 目の動体視力の良さってすごいですよね。すごい、うん、でもそんな彼でもちょっとダウンした時期があって、そうそうそう、でも、うん、このルチルを手に入れて、そうそう、うん、やっぱりなんか、うん、これはね、今おっしゃったようにそれだけじゃないと思うけど、うんうんうん、そう、でもやっぱりきっかけにはなったんでしょうね。なったんですよね、これは、うん、そう気に入っちゃってね。そして私もあの時もテレビでボスを下がり出して、うん、結構外国行ってて、はい、で私で必ずテレビ見せ、ちょうどこれを、ね、つけてつけてたんですよ。ファンに囲まれてこれをつけてこう左右してて、ね、つけてたから、ああやってる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 それと同じのがこれなんですね。そう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 、うん、このルーテルってね、そう石のパワーをフル活用した一つの例ですね。そうですよね、この、うん、そうルーテルルチルっていう非常にエネルギーの、やっぱ ね私も どっちかすると同じ敏感というか、こういうあれは鈍いようなの、はい、ね、うん、まあ、50歳からこの世界にね入られて、こうやっぱねやってるとこういいですか、不思議だよね、こうアレキサンダー大王にしろ、武田信玄にしろ、みんなやっぱり時の人は自分の好物をマイ好物を戦い挑みましたから、そういう力はあるんでしょうね。信玄は水晶のそういうあれをいつもあの合戦に行くときは肌身離さず、ね、そういうあれも記録が残ってますしね。ですね、そうそう、やっぱそうですよね、あるんですよ、ローマ時代からね、もうずっと、ね、そうそう、それ以前からかもしれないよね。石はねやっぱ、うん、あのそういう不思議なあの力があると思います。なるほど、そう、そっか、ね、だからね、ちょっとそのね、この頭で考えるよりも、うん、やっぱりこういったいろんな石があるお店来て、いろいろいじって、そうそうそう、でお話聞いて見てみて、あのさっきの井上直さんじゃないけど、見てみて、やっぱ俺これがいいよっていうのが正解なんだろうね。この石買いなさいじゃなくて、だからやっぱり本やネットでこの画像だけ見てんじゃなくて、実際来てお話しして、そう知ることによってこういう鉱物のそういう奥深さね、そういうあれもほら、だんだんね、来ますからね。それほど奥がほら深いから鉱物っていうのはね、一生終わんないと思いますよ、これね、入っちゃうとね、うん、分かりました。まあ、そんなねちょっとね魅惑のあるこのね、うん、これがもうおすすめでございます、うん、すごいよね、うん、ぜひねそっか、じゃあなんかちょっとね、こんないろいろお話、貴重なお話伺いましたが、最後にちょっとね、ご覧になってるね、これからちょっと、じゃあ俺も石買っちゃおうかなとか、ちょっと行ってみようかなと思って、なんかメッセージございましたらば、はい、ぜひ昇仙峡っていう、昇仙峡、もう素晴らしいこの渓谷に、大自然に囲まれた、こういう鉱物の専門店がございますんで、ぜひね、一度はね、観光がてら目の保養でもいいですから、うん、ね、来てみてください。そうですね、うん、本当にその、ね、食べ物も美味しいし ね、 そうですね、あのワインもあるしね、いろんな楽しいんですけど、ついでにここまで来たらやっぱり山梨といえば水晶のメッカなんで ね、 そうですね、もうここが日本の水晶の発祥の地で、うん、ここずっとまっすぐ行くともう金桜神社っていう ね、 あそこも波動高いに有名ですよね。そう、ここはもう龍のね、もう、うん、そう、あの祀ってある非常に由緒ある1500年くらいの歴史のある神社ですので、あともう一つやっぱりロープウェイ登って八三郎岳、はい、2年前僕奥さんにプロポーズしたの八三郎岳だね。本当ですか。やっぱね、全国のパワースポット行ったけどすごいですよ、あそこが良かった、もう、ね、絶景です。そうです、その帰りに出会って、そうなんだよ。そうだからちょっとね、昇仙峡ぜひ ね、 もう、うん、素晴らしい ね、 ところね、あの観光地でございますから、うん、ぜひね、いろんな鉱物が見られますんで、ぜひ ね、 ね、遊びに来ていただき、井上直弥選手も ね、 ね、やっぱり気晴らしに来て、そこが、ね、あの石との出会いがあったからですから、そうです、運命の石との出会いもね、あると思うんで ね、 ね、ちょっともう一個ね、人生スイッチ入れたいなっていう時とかね、素晴らしいね、あのチャージしていただければいいと思います。いや、今日はね、いろいろと本当にありがとうございました。いえいえ、貴重なね、うん、石のお話もあります。いえいえ、また次の動画でお会いするのを楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。昇仙峡最高、はい、どうも、はい、遊びに来てね、はい、ぜひ、はい、信玄餅も美味しいよ。信玄餅も最高に美味しいですから。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。